こんにちは。山本敏之です。それでは今日も戦略チャンネルで学んでいきましょう。第17回スタートアップ成功戦略。倒産につながるサンクコストの落とし穴と対策というテーマでお話ししていきたいと思います。戦略チャンネル山本敏之です。チャットワーク創業者で現在ビジネス YouTuber として活動しています。今回のテーマですね、再生リスト。資金調達から上場までのスタートアップ企業成功戦略という再生リストになりますので、同じジャンルで聞きたい方は再生リストを見てみてください。それでは早速内容に入っていきましょう。 サンクコスト。こういった言葉は聞いたことありますでしょうかということですね。埋没費用とも言われるんですが、このサンクコストはですね、本当にこう、陥りがち、特に組織においてはなかなかこう、これは乗り越えることができない、一人だったらまだ判断しやすいことでも、非常にこう、組織だとですね、陥りがちなあ、このね、問題なんですけど、サンクコストって何かっていうと、かけた費用の回収が不可能であるコストということですね。 えー、回収が不可能なんだけれども、かけてしまったがために、えー、もったいないから、えー、まだやろうみたいな感じになりがちで、その意思決定をこう狂わしてしまうのがサンクコスト効果というふうに言われています。事例、どんなのがあるかというと、例えば、えー、例えばつまらない映画ってよくサンクコストの事例に上がるんですが、これ何かというと、 お1800円払ってですね、えー、映画を見始めたと、映画館でですねで最初の10分でこのお映画はもう絶対面白くないなというのが分かったんですけどもおその、ね、映画館に行きさらに1800円払ってしまった残りの1時間50分を見ずに、えー、映画館を出れるかどうかといやここまで投資したしなとりあえず見てみようかなみたいな感じになりがちだと思うんですね。 これも3クコストです。1800円払ってしまったら取,取り返せない。でも、この映画はその1800円の価値はないって分かってるんだけれども、そのまま見続けてしまう。あと飲み放題、食べ放題、も分かりやすい事例ですね。例えば3000円とかで飲み放題とか食べ放題、えー、払ったらですね、なんとしても3000円以上の量を飲んだり食べたりしないと損するというような、えー、心情が働くと思います。 とビジネスの事例で言うとですね、わかりやすい事例で言うとシステム開発ですね。システム開発で、もう1年ぐらいシステム開発をして、あと半年ぐらいで、ようやく自分たちのシステムが完成すると、それでビジネスでえマネタイズするぞって思ってたらですね、Google が無料で同様のサービスを出してきたと。 すごい、しかも出来がいいみたいな話になった時に、この1年間の開発投資して、あと半年どうするみたいな。でも実際ここまで投資してみたから、あと半年やってみて、Google じゃリーチできないところにリーチして、マネタイズできるんじゃないかというふうにですね、思って、なかなかこう、この1年間の無駄をですね、やっぱり捨てようというふうな意思決定なかなか難しかったりすると思うんですね。これがサンクコストになります。じゃ何が問題かっていうとですね、 今の3つの事例があるように、えー、もったいない精神が未来の意思決定を誤ってしたんですね、さらにこう損するのは分かっている、でも、ある程度損してと、そこまで投入したから、取り返せるんじゃないか、取り返さなきゃいけない、もったいないからやる。 みたいな、それをすることによって逆にこう、もっと損失が出るということにつながってしまうので、それがですね、え、本当にこう、倒産につながるケースって非常にこう、リスクとしてありますので、このサンクコスト効果っていうのをしっかり把握しておかないといけないと。じゃあサンクコスト対策はどうしたらいいかということなんですけども、まず、ゼロベース、今まで投資したお金を忘れて、ゼロベースで未来に向けて今から まだ続けてゼロベースでここからまだやって回収できるか、過去に投資したやつも気にせず、ですねこれからでも、今からでももう1回ゼロベースで始めたいかぐらいのプロジェクトなのかということをしっかりこう考えましょうということですね、今まで投資した額に引っ張られないということです、そして限界値を決めるということですね。 難ししいいので限界値を決めましょうというとことですこれ何かっていうともうここまでの費用で無理だったらやめようとかですねいついつまでに決めましょうというようなことをしっかりと設定することをしていきましょうということですそしてさらに3つの策そうは言ってもですねなかなかあの じゃあ、あと、ね、あと500万円使ってやってみましょうとかですね、あと100万円までみたいな感じもなかなか難しくなってくるので、じゃあこのサンクコスト、返ってこないコストをどうやったら未来で回収できるかっていうのを施策をですね、思いっきり3つ、チームでですね、ディスカッションして考えると。この3つ、この3つの未来で回収できるディスカッションをしたネタで、えー、取り返せなければやめましょうと。 いうことを最初からも宣言してですね、三つの施策を出しちゃう。で、一個やってみてダメだった。二個やってみてダメだった。で、三つ目でうまくいったらそれはそれでよかったですし、三つやってダメだったら本当にこれはもうあの時にこのサン区コストを捨てるということを考えてやった施策が三つともダメだったらもうやめましょうきっぱりもうズルズルいかないっていうのが非常に大きなポイントかなと思います。で、さらにですね、どの事業でもですね、成長期、成熟期、 衰退期って来るんですけどもやはりこの衰退期に入っているにもかかわらずやはりこう今までの投資してきたことそこで働いている従業員お客様もいらっしゃるのででもこのままいくと絶対自社の事業は衰退していくのが見えているにもかかわらず新しい事業とかにこう取り組めないそういう会社ってたくさんあると思うんですねその衰退期に入った既存事業をやめるもしくはさらに別の事業にこう発展させていくにはどうしたらいいかっていうと 1、えー、一つのやり方ですけども、私も昔やってましたが、えー、新規客を止めるっていうのが、一つ効果的なあ手法かなと思ってます。 なぜかというと、それでも、売上は減っているけれども、新規客も入ってくる。流出の方が大きいけれど、新規客入ってくるってなると、新規客取り続けようと思っているけれども、市場はどんどんちっちゃくなっていっている。それがもう全員みんな分かっているのにも関わらずう、やり続けているということである場合、もう取り返しがつかない時期に来てしまったら、もう本当にやめれなくなって、その、こうね、茹で替えるじゃないですけど、そのまま死んでしまうということになってしまうので、その前に、 取り返しがつく段階で、えー、こういう新規客を止めてしまうと。そしたらどうなるかっていうと、まあ、既存客で最低限の売上を確保すると。で、売上は下がっちゃいますけれども、でもですね、うちの会社はもうこの事業を辞めるか転換すると。です,ですからもうこのまんまの事業ではやっていかないから、新規客を求めましたということですね。えー、まあ、経営者なり事業長がこう意思決定して、本当にこう、 新しいものを生み出していかないと俺たちは本当に死ぬんだよということを全社員にですね、しっかりと認識してもらおうということですね。で、それで新しい事業を全社一丸となって、排水の陣で新しい事業とか、転換した事業を始めるっていうことがこうできればですね、次のところにも繋がりますし、それでこの事業をやめるときにはやっぱ最後は何が必要かっていうと、トップの英断が必要ですねと。もったいないんだけれども、まだまだ売り上げ上がるかもしれない けれども、絶対将来はないっていうような事業は、本当にもういつかのタイミング、別の事業とスイッチしてですね、やめていくというタイミングをしっかりトップが英断して決めると。 ただまあそこの、ね、そこの事業で働いていた人たちがこうどうしても廃線モード、他の事業部に、えー、とか部署に転籍したりとか、あ今までこれの事業が好きだったからやってきた人たちっていうのもいたりするので、その廃線モードになっている気持ちをしっかりとその経営者であったり事業長っていうのはケアする必要があるかなと思いますので、そのあたりもセットで考えましょうということです。 ぜひですね、あの、モチベーション上がりますので、えー、このお動画をですね、取引先社員、友人の方にシェアいただいたりとか、コメント、いいねボタンもぜひお願いします。それでは明日の戦略チャンネルでどんどん学んでいきましょう